こんにちは、金魚と遊ぶ .com 山強です。今回の動画は水性疾病基盤研究所さんのコンディショナーの納期に関する説明と効能を紹介していこうと思います。でね、このようにサブチャンネル形式、そうそう、あのね、私山強サブチャンネルを開設しました。ぼやきチャンネルっていうんですけど、日々のね出来事をちょっとぼやいていこうかなと。こっちのメインチャンネルで話せないような内容を適当にね、編集なども全く入れないでどんどんぼやき倒してやろうかと。山強ぼやき倒しますっていう感じのテーマでやってるんで、下の概要欄にリンク貼っとくんで、ぜひチャンネル登録お願いします。こっちもね、どんどん私の本音を話していきますんで、よろしく。それとね、この金魚と遊ぶ .com の YouTube、 今チャンネル登録者が、そうだな、今現時点で2560前後をうろちょろしてる感じ。まあ少ないですよ、多分他の本当 YouTuber と呼ばれる方に比べたら。でもね、このような金魚のね、50過ぎた人間の YouTube にこれだけのね登録者がいらっしゃるってことにとても感動してるというか、嬉しく思ってます。皆さんチャンネル登録本当ありがとうございます。でもね、そうだな、死ぬまでにちょっと1万人ぐらい登録者増やしたいなって思って。でやっぱ金魚のね、この内容発信していきたいんですよね、どんどんいろんな方に。ですからまだチャンネル登録お済みでない方、ぜひ登録してくれると嬉しいですね。でちょっと話がそれちゃったんですけど、そう、もう一個ちょっとついでに言わせて、横浜 FM ってね、有名なでかい、鎌倉 FM はちょっとコミュニティなんですけど、でかい曲があるんですけど、そこで私のこの金魚と遊ぶ YouTube、 朝の光圀さんのね、番組で紹介してもらってステッカーをいただいちゃいましたね。 YouTube紹介してくれてありがとうございます。で話はそれたんで本題に入りますね。まずなぜ納期がばらつきがあるかってね、の説明させてもらうんですけど、すいません、克実師匠勝手にねちょっとやらしてもらいますね。ぜひ今度本当ご挨拶に行きますんで、レッドリュウキンさんにアドバイスをいただいて作らせてもらいますんで、よろしくお願いします。で今も言ったように、私のところにも質問やメッセージが入るんですよ。なかなか連絡が取れないとか、納期がすごいかかってるんだよっていう、正直ね10件以上問い合わせが来てたんですけど、まあ理由の一つとしてね、数週間前に転覆病の治療動画を上げたんです。まあ見てくれた方も多いと思うんですけど、その中でコンディショナーを紹介したり、あと私金魚と遊ぶ .com というブログやってるんですけど、そこでも紹介してるんで、まあちょうどそれがヒットした時にはやっぱり注文がかなり増えるようなんですよ。そうすると原料とか足んなくなっちゃう。おそらくね、特殊な原料を使っているんで、水木さんね、特許も取ってるぐらいなんで、私もどんなものを使ってるかは知りませんよ。でもおそらくすごい珍しい、手に入りづらいものをね原料として使ってるんで、まずその原料が足んなくなってしまうっていうのが一つ。それと作り方なんですよね。例えば皆さん 500ml のね、コンディショナーを一つ注文するとするじゃないですか。それを例えば10個まとめて注文が入ったと。通常
だったら5リットルをねバーンと作っちゃって、それを10等分にすればいいんじゃないかって思うんですけど、そうだな、コンディショナー買ったことがある人ならわかると思うんですけど、ちょっとねこれブラモスなんですけど、私買うとすぐにね、動画でも紹介したんですけど凍らして保存しちゃうんですけど、これ一回わざわざ溶かしました。見えるかな、このように沈殿物があるんですけど、そのまとめて作っちゃうとこの沈殿物の量がね揃わないですよね。ですからまとめて作るんではなくて、一つ一つ一本一本丁寧に作ってるそうなんですよ。510本注文が入った時にはまとめて作るんではなくて、一本一本この分量の成分を測って作ってるんです。でご存知の通り個人でね経営されてるんで人でも本当いないんですよね。ですから注文が殺到してしまうととても時間がかかってしまう、こういう理由なんですよ。で原料が揃っててねそれほど忙しくない時っていうのは即納っていうところでね注文してもらうとだいたい1週間ぐらいでお手元に届くと思うんですけど、今回のようにね動画がヒットしてしまったりするとね、ありがたいんですけどちょっと迷惑をかけてしまったかなとも思うんですけど、どうしてもね2月3月待ちっていうようなことも想定されてしまうんで、私が進めたいのはやっぱり前もって余裕を持って注文しておくといいと思います。で動画でもね転覆病の時にも紹介したんですけど、凍らせて保存ができるんで、ぜひねそのような急を要した時にすぐ使えるように前もって注文していくことをお勧めいたします。であとメールが届かないっていうのもあるらしいんですけど、スマートフォンなんかでメールでねやり取りする場合はドメイン解除しておかないと届かないそうです。ですからなるべくねパソコンがある方はパソコンの方で注文してもらえるとスムースに連絡が取れるのかなと思います。それでもスマートフォンでどうしてもって方はドメイン解除よろしくお願いしたいということでした。で効能を今度ね説明していこうと思うんですけど、まずレッドスタースメルチね、ちょっとアンチョコがあるんですよ。以前このようなね用紙をいただいたことがありまして、これねブログで詳しく説明してるんで、金魚と遊ぶ .com 本当に知りたい方は見てもらいたいんですけど、ここで簡単に説明するとレッドスタースメルチの効能はね、まず白癬病、マカライトに反応の悪いしつこい難治性の白癬病、あと冬眠明けの風邪と呼ばれるタイプの複合原虫性疾病、ヘルペスの症状と似ているタイプの原虫単虫類感染症、あとギロダクチルス症、ダクチロギルス症、キロデネラ症等の原虫及び単性虫の駆除、マカライトやデミリン等ね、従来の市販薬に反応しにくいエラ病、ね、このあたりに、あともう一個あったわ、内臓に寄生するタイプの寄生虫症の駆除、このあたりに効能がある。あと面白いのがね色上げの効果もあるんですよ。色素細胞を活性化する働きがある。だから餌も販売 してるんですよね、水木さん。ボストーク3なんていうのは色上げ効果があるっていうのは多分このあたりに関係があるんじゃないかなと思います。で、グラナータとかカラシニコフっていう製品があるんですけど、それはまあ、要するに、抗菌剤、菌をね、殺す。私がね、これ一番すごいなと思ってるのが、ブラモス。これ、今紹介したけど、このブラモスっていうのは要は抗生剤
なんですよね、簡単に言うと。で、説明を読むと、細菌感染症や原虫疾病に金魚が患ってしまうと、各疾病の主な症状以外にもそれらが出す毒素や排泄物によって金魚は少なからずアレルギー反応を起こします。細菌や原虫類が魚体から除去されても、それらは一定期間魚体に残り、発石や粘膜異常、その他さまざまな治癒困難な疾病の原因となる場合がございます。ブラモスは従来、魚の病気薬には存在しなかった抗ヒスタミンやステロイドに準ずる働きをするよう調合してありますと。で、まあ、効能的にはそうですね、自己免疫性疾病由来の松笠病、これはね、レッドスタースメルチを併用してくださいと書いてあります。あと、産卵シーズンをきっかけに発生した、遊泳不良、バター症と言われるタイプの粘膜の異常分泌、それとね、細菌原虫感染症由来でない治療後の元気消失時や異常興奮時、エンベローブを持つタイプのウイルス疾病、ヘルペス等の同居魚への感染予防、あとね、これ私が一番お世話になったかなっていうのが赤斑病の治療ね。で、このやっぱ抗生剤なんで、まあこの間の例えば天服病の治療は内臓疾患だったわけなんですけど、あのレッドスタースメルチとカラシニコフで細菌を叩いて、そしてブラモスで炎症を抑え込むという、このような構図でね、あの金魚は病気が治ったということなんですよ。まあ興味のある方は他にもね、いろいろ水木さん製品出されてるんで、下にねまたリンク貼っておきますんで、概要欄にぜひ興味ある方は詳しく見てもらえるとありがたいかなと思います。まあ、今回このようにサブチャンネルでやってるような形式で喋り倒してきましたけど、もし気に入っていただけたらね、グッドマーク、それと先ほどもね冒頭で言いましたけど、ぜひチャンネル登録をしてちょっと皆さん応援してください。協力していただけるとありがたいと思います。ということで、今回も金魚と遊ぶ .com 山津陽がお送りいたしました。勝美師匠ありがとうございました。レッドリュウキンさんもありがとう、よろしくお願いします。